こちら今回の、20箇所の、別格の、農協帳でございます。1番から順に、御朱印を、見ていただきたいと思います。1番大山寺、2番道学寺、3番慈眼寺、4番サバ大師、5番大善寺、6番流光院、7番金山出石寺、8番豊川橋、9番文殊院、10番龍光寺、11番行き来地蔵、12番延命寺、13番川柳寺、14番椿堂、15番橋倉寺、16番萩原寺、17番観音寺、18番海岸寺、19番光西寺、20番大滝寺、こちら、高野山の奥の院で、最後に、高野山の金剛峯寺、以上でございます。結構シダが、咲いていて、綺麗な道だと思います。でかい。町指定記念物多すぎだって。お、来た。着いた。いや、着きました。大山寺着きました。別格、一番札所ですね。入ってきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。うわ、古いなこれ。ずいぶん古いな。うわ、なんだこの階段。うわ、すごいなこの階段。
体何段あったのでしょうか。すごいです本当。鐘つき堂があるのかな、上に。本堂か。ようやっと本堂に着いたぞ。これが鐘つき堂ですね。来ました。来ました。これが本堂、真ん中が本堂で右が太子堂ですね。本堂で太子堂です。お参りします。別格一番札所大三寺、ただいまこれから納経をします。別格2番目の、道学寺、子育てのお寺って書いてますね。こちらが道学寺の前景でございます。藤の花すごい綺麗ですね。こちらが大師堂ですね。よいしょ。これが本堂です。
山桜綺麗ですね。着きました。ほぼ9割が上り坂で、道学寺から約26キロほどですが、約9割が、上り坂でした。きつかった。こちらが本堂と大師堂でございます。お寺の敷地は広くて、本堂は別の上の高いところにあります。あと少しのところまで来ました。うわ、まだか。何これ。時間時遠すぎ。時間寺の本堂までめちゃめちゃ遠いです。いや、本堂行くの一苦労だなこれ。なんと本堂は全然、離れたところにありました。この観音様の門をくぐったところにあるみたいです。あと 500m 上です。感じの本堂に着きました。きつかった。それであれが修行するやつ、穴禅定でしたっけ。
こちらは慈願寺の帰り道、お、またいた。これ仏の座ですね。ここにもいた。後ろはこんな感じ。椿もう落ちてますね。こんな感じです。日向ぼっこしてるで。しまちゃん、うりゃ、動かないな。死んでんの？死んでんのか。うおおおお。ママ太郎、でかいな、お前こっち見ろ。別格4番目サバ大使、やってまいりました。失礼します。正面が、本堂でしょうね。でこちらが
大師堂ですね。あ、不動明王って書いてある。はい、到着。いやね、やばい、落ちる。なんか変な動物いるぞ。現在北川村を、南下しております。うお、川もすごい綺麗。水が透き通ってる。今日は朝4時半から歩いております。いきなり車が来た。トンネルを抜けた左側に別格、5番目札所、大善寺がございます。サバ大師4番目の、札所サバ大師から、約120キロ走破してまいりました。めちゃくちゃきつかったです。別格5番目札所、大善寺着きました。こちらが大師堂、サバ大師
4番目の鯖台市からは、120キロ余り、ありました。4日がかりでなんとか、大善寺に着きました。本堂までは階段があります。本堂に着きました。大善寺の本堂でございます。こちらが金付き堂と、なんだろうこれ、もう綺麗だな、太平洋があれはですね。現在、梼原の手前、20キロぐらいです。あと、6番目の流行院まで、80キロぐらい残っております。ただいま流行院に向かって歩いております。沈下橋って。
5番目札所大善寺から約100キロ、歩きで、ようやく、6番、3日間かけて6番、流行院にやってまいりました。これから農協したいと思います。仁王さんがいます。もう足が痛い、やばい。足がもうやばい。おお、綺麗。もみじが綺麗。今日は50キロ以上歩いてきたんで、もう足が痛い。こちらが本堂、こちらが大師堂ですね。やっと着いたぜ。おお、宇和島の町ですね。ちょっと逆光になって見づらいかもしれないけど、空海さんがいた。終了。見てちょっと、あ、いいですね。大洲まで、大洲市内まであと 2,3 キロです。あの山は何でしょうか。ああ、ようやっと雨が小降りになってきた。
この辺カニが少ない。宇和島の、6番札所流行院から、3日かけてやっとこ、7番札所、出席時、金山出席時に到着しました。入ります。今日は、なんだっけ、西大津っていうところからの入り口から入ってきたんですけど、約25キロ、8割が上りでした。めちゃくちゃきつかったです。参拝の人がいますね。階段を上ります。弘法大師空海、空海さんでかいですね。この大きさは。いや、結構きついっすね。金山出席時じゃなかった、金山出席時だ。入ります。よいしょ、金をつきますか。境内に入りました。正面が、なんだ、あ、上に本堂で、あ、下がごま堂、上が大師堂と本堂ですね。まず上に行きましょう。着きました。牛でか、牛と鹿。こんにちは。こちらが大師堂です。これが本堂。うわ、古いな。すごい古い。
木がすごい古いな。木っていうか風化してますね、建物が。こちらが大師堂。霧で、周りの景色が見えない。まあ金というだけで実質その大道校だったそうですけどね。算出したのは。なるほど。それで終了ですか。ありがとうございます。で、あとね、はい、ではお願いします。正面に見えてきた角にある、建物が、八番札所、豊ヶ橋になります。20箇所の中で、一番目立つところにある、お寺かと思います。7番出席時からは、距離にして大体あの30キロ弱のところにあります。こちらが何でしょう、本堂でしょうか。本堂と大師堂が一緒になってるのかな、これは。やっぱりここはあの本堂が今、ないみたいですね。平成30年の大雨で、その大師堂しかないみたいです。ここにあの書いてました。そこまで、平成30年に水が来たということです。本堂今再建中って書いてましたけど、その大雨で。そうです、西日本大豪雨水害の時に今立っておられる足元よりも深い水が来まして、その勢いで本堂が傾いてしまいまして、はあ、一つも残ってないんですか、その時の本堂の土台とか。土台はもうないです。なるほど。ただ中のものは全部使えるものは使うので。今あの仮本堂の方にすべて本尊様とか置いておりますか。ああ、大変ですね。そういえば、そう、大きいあの銭湯があったけど、そこも温泉あったですけど。そうですね。もうやめましたね。やめてしまいましたね。
相当費用かかりそうですね。大変な気は長いですが、皆さんに助けていただいて、なんとか。はい、ありがとうございます。さんがおられる場所を。ああ、はい、再建したいですね。はい、ありがとうございます。はい、すいません、どうもありがとうございます。内子に抜ける遍路道、すごいです。川になってます。内子に、近づいてきました。もう少しでこの遍路道も抜けると思います。竹が切る、あー、いい匂いする。なんかえっ、ー、と九番札所文殊院にやってまいりました。だいたい8番の、豊川橋から、距離にして30キロじゃないな、60キロぐらいですね。いや、峠越えはありましたけど、それほどきつくはなかったです。ちょっと木が邪魔で向こう側は見えないですね。左側は見えませんけど、左側が本堂で、右側が、大師堂じゃないでしょうか。それでは納経します。なんかすごいですね。細かいというか、かっこいいな。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、すいません。ありがとうございます。お大師様がすごい大きいですね。おお、なるほど。
人ですな。10番別格法隆寺、着きました。ここが参拝の入り口ですね。ここまで、来る、道の、最後の、2キロぐらいはずっと上りだったのでめちゃくちゃきついです。めちゃくちゃきつかったです。こちらが二王門でございます。マジか。立派、とっても立派でございます。失礼します。よし、ここで一旦切りますね。マジっすか。もっと向こうの奥にも階段が見えるぞ。おそらくこの、階段を上り切ったら本堂と大師堂だと思います。きついです。足腰の弱い人は厳しいと思います。別格霊場って書いてますね。うわ、嘘。まだ本堂、まだもっと上じゃないっすか。きついですよ、これ。よいしょ、よいしょ。
次元層になってんのこれ。うわ、立派な感じ。やっと到着しました。ああ、これ裏の方か、やっぱり。こっち側がか。本当は左側から来るんでしたね。こちらが大師堂で、あっちが本堂ですね。あ、違った。こっちが本堂だ。いや、やっと到着しました。これは五重の塔か。すごい立派なところだね。すごい立派ですね、ここ。10番交流寺恐るべし。よし、これからお参りします。終了。ここが大師堂の中でございます。ちょっと反射して見えないですね。全然見えないな。すいません。よし、金ついていこう。別格11番、行き来地蔵到着しました。10番の広隆寺から4キロしか離れてませんので1時間で来ました。ここは道路のすぐ横にあって、高いところにはないみたいですね。あ、こちらが大師堂。お、なんだこの木。あ、これが行き来地蔵の木なんだ。でかいな。なんだこれ。え？なんで鳥居があるんだ。え、これが本堂？
なるほど。こちらが本堂で、そちらが、大師堂ですね。ようやっと、延命寺、別格12番延命寺に到着いたしました。1番の、行き来児童から、約30キロでございます。割と平坦な道で、歩きやすかったと思います。こんにちは。はい、どうもありがとうございます。こちらが、本堂でしょうね。こちらが本堂で、こちらが大師堂でございます。いざり松農協所、あ、農協所もこちらにあるんですね。いざり松ってなんだ。それではお参りします。大師堂の中に入ります。ここにお賽銭入れるんだ。南無大師遍照金剛、南無大師遍照金剛、南無大師遍照金剛、南無大師遍照金剛。これが、いざり松だそうです。
別格、13番千龍寺、65番、三角寺の、裏手にある、遍路道を歩いて約10キロぐらいですかでしょうか、歩いてやってまいりました。こちらが本堂のようですね。すごく大きいです。で、あれが、何でしょうか。多分あれが大師堂でしょうね。あれが大師堂で、こちらが本堂千龍寺。もう中も広々としてます。それではお参りします。本堂は中にある。こんにちは。こちらが本堂ですね。はい、本堂以外は、はい、失敗した。ありがとうございます。こちらにお一人でいらっしゃるんですか。私手伝いのもので。あ、そうなんですか。住職と副住職います。奥さん。じゃあ、お坊さんはこちらに住んでないんですね。ちょっと忙しい時呼んでもらって泊まらせてもらってますね。あ、なるほど。寂しいところですよ。なんか言っちゃうなんか音が、まあ、沢の音とか獣の叫び声とか夜聞こえてきます。すごい自然の真っ只中ですね。これは どうぞ。あと年中のあの男物のやつをお願いします。男玉ですね。はい、ありがとうございます。はい、すいません。ただいま、14番常福寺椿堂に、到着しました。13番千龍寺からは、距離にして、約15キロぐらいでしょうか。
中に入ります。左手が、こちらが、何でしたっけ、大師堂、弘法と書いてるのが大師堂の意味でございます。でこちらが本堂ですね。まあ、立派な鐘付きのものですね。どう見ようでしょうか。こわ、橋倉寺への遍路道、こんな感じです。砂利で大きめの石ころが敷き詰められている状況で歩きやすいです。多分これで遍路道が終わりだと思います。あれだ、あれが仁王門だ。おお、なんだこれ。へえ、なんでしょうこれ、こんなのあるの。あ、これロープウェイだ。橋倉寺高灯籠。へえ。何これ、ロープウェイまだまだ上行くんだ。橋倉寺、15番でしたっけ、橋倉寺。到着しました。上福寺14番、上福寺、椿堂から約40キロぐらいの距離です。おー、すごい、仁王さんが。うわ、古いな、ずいぶん古いなこれ。くおー、すごい古いぞこれ、江戸時代だぞ。入ります。なんじゃこりゃ、鳥居があります。一回切ります。仁王門から歩いてきて、あの赤い屋根付きの、太鼓橋があって、階段が、長い階段があります。本堂までもうすでに700メートルぐらいは歩いてるんじゃないでしょうか。
これ般若心経階段って書いてますね。仏説摩訶般若波羅蜜多心経観自在菩薩行人般若波羅蜜多自称見悟雲海空土一切苦役者利子式不異苦不異式式即是苦苦即是死ね。嘘でしょ。灯籠何これ。鐘楼堂。空洞が。うわぁ、また階段やで。すっごい階段すごい。これ勘弁してくれ。千段はある。はらきゃてぼじそわか般若心経。でっかいです。本殿です。本堂到着。うわーすごいな。この彫刻も何これ、すごすぎます。これあそこにもなんかあるな。あれが薬師堂。もう天狗とカッパかなんか知らんけど、すごいですね。また大師堂はどこだ。大師堂が見えない。大師堂、大師堂は あの階段登ったとこですか。はい、ありがとうございます。階段はありませんでした。これが大師堂ですか。ですね。いやー敷地も広いしすごいとこですね、ここ。はい、間違いありません。これが大師堂。到着しました。はい、終了。お参りします。本堂の中もすごいですね。別格萩原寺にやってまいりました。15番の橋倉寺から、だいたい距離にして40キロぐらいでしょうか。
16番、萩原寺山を一つ越えて、やっとこうたどり着きました。あちらが大師堂で、本堂がこの上。ですね。萩原寺二号。江戸時代だ。こちらが左手が本堂でございます。もう結構立派、端倉寺と比べるとやはりスケール感は小さいですけれども、熱気道がそこにあって少ないでしょう。きっとあの連休が多かったで、ね、やっぱ県外から。なるほど。連休済んだらぱったり。ああそうですか。昨日も土曜日やけどあんまりなかった。そうですか。素敵です。恥ずかしい。ありがとうございました。はい、どうぞ。はい、すいません。はい、17番観の字に着きました。16番萩原寺からはだいたい距離にして30キロほどでしょうか。こちらの観の字は、すぐ、万能池の横にあります。こちらが本堂でしょうか。上に登ってみましょう。大師堂は、あ、ないか。大師堂はない。空海さんが万能池を見つめてるっていう感じですね。これ見つめてるというか、監視してるって感じですか。
ら本堂だけですね。お参りします。こちらが、空海さんが、水を納めた万能池でございます。思ったより大きいですね。海岸寺、18番海岸寺ようやっと到着いたしました。17番の観音寺、万能池の観音寺からだいたい25キロぐらいでしょうか。はい、中に入ります。こちらは、お大師さんのお母さんの、生まれたところということでございます。割と小さめで、こちらも、大師堂は、こちらが本堂で、ありますか、大師堂ではないみたいな、不動明王って書いてあるね。これはないみたいですね。こちらはお寺ではありません。戻ります。こちらが金付き堂。本堂、そうですね。それではお参りします。海岸寺の、海岸寺の大師堂、全く道路挟んで、約200メートルぐらい離れたところにありました。ちょっとびっくりしました。もう入り口に金がありますね。おお、なんか立派。すごい立派。大師堂、立派。空海さんのお母さんが生まれたところ。今年はコロナで少ないでしょうかね。そうですね。はい、ありがとうございました。
別格19番高西寺、やっと、到着いたしました。海岸寺18番海岸寺からは、距離にしてだいたい40キロ弱っていうところでしょうか。おー、すごい仁王山がすごいです。これなかなかの迫力でございます。ふてぶてしいです。入っていきます。まだ7時前なので、誰も来ていないようでございます。水こくようなんですね。なるほど。こちらが、本堂、こちらが本堂、それで大師堂ですね。毘沙門天ですね。こちらが毘沙門天って書いてます。いいですね。大師堂の中はこんな感じでございます。ありがとうございます。今やっとこう、泊まった、ホテルの上まで来ました。
今大竹寺に向かっているところでございます。初めての雲海でございます。これから大竹寺に行きます。うわ、入りきらない。スケール感っていうかすごいですねこれね。マジで入りきりませんわ。残念。別格、最後20番、1ヶ月ちょっとかけて、やっとたどり着きました。なんだろう、あれには四国88箇所総奥の院と書いてますね。すごいですね。ここの、お寺の高さ、お寺のある、山の高さが、910メートルで、すごいです。雲海が見えます。徳島、高知、愛媛、香川、そして今日もまた戻って徳島県、4県に、渡る、別格の、お遍路も今日で終わりです。それではお参りします。こちらが本堂ですね。で、向こうが大師堂。ちなみに、ケチガンの